こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はフォルクスワーゲンコンパクト SUV3 兄弟をご紹介したいと思います。皆さんからご覧いただいて、右側からティグアン、ティクロス、そしてティロックの3台なんですけれども、今言ったように全部頭文字が T なんですよね。これも一つの特徴になりますが、名前が T から始まってるだけありまして、どうですか？結構デザイン似てますよね。中にはちょっと見分けつかないなーなんていう方もいらっしゃるかもしれません。でも実際はそれぞれ皆さん際立った特徴を持った SUV に仕上がってますので、今日はそこをフィーチャーしてご紹介していきたいと思います。まず T ロックから見ていきましょう。T ロックの一番のポイント、スタイリッシュなデザインになります。なのでですね、ちょっと外観デザインじっくり見ていきたいんですが、顔はね、今時のフォルクスワーゲンフェイスだと思います。まあグリルも横型ギリギリまでライトがあってワイドな感じで、下もですね、こううまくメッキが使ってあって非常にスタイリッシュでおしゃれですよね。でポイントがあります。この部分なんです。はい、ここ一体何かな、フォグランプでもないして思うと思うんですけど、実はデイタイムランニングライト、ここが光るんですよね。多くの車はこのライトのね、例えば上側の、まつげ部分だったり下側だったり光るものが多いですけど、実はここが光ります。こういったところでですね、個性を主張しているのかなと思います。そしてですね、最大スタイリッシュなポイントはこのサイドビューなんです。ちょっとこちらのね、横の方を見ていただきたいんですけれども、クーペスタイルなんですよね。しかもルーフが、色が違うツートーンタイプのボディカラーなので、よりこのクーペライクな、デザインが引き立っていると思います。では後ろ回りも見てみましょうか。おしゃれですよね。でもこうなってるとちょっと荷物入るのかなって気になるじゃないですか。なのでラゲッジも見ちゃいますよ。このエンブレムを押すと、はい、自動で開くんです。でこれ閉まる時もね、もちろん自動で閉まるんですけど、これのいいところはですね、例えば結構荷物を持っていてもこの辺でも何でもいいから押せば開くと、はい、意外とね、実用的なところも考えられてるんですよね。そしてん、こうやって見るとラゲッジずいぶん浅くないかなって思われた方いらっしゃるんじゃないでしょうか。実はこれ下の段にすることもできるんです。こうすると結構深さがあるので、うん、まあまあ入るかなといったところで、後ろの席もね、6対4分割で倒すことができます。こうなるとね、長尺物も積むことができるので、びっくりするほど広くはないですけれども、使い方的にはね、結構考えられてるなっていうのがお分かりいただけたんじゃないかなと思います。さて、スタイリッシュなおしゃれさがポイントの T ロックなんですけれども、やっぱりインテリアも一味違いますね。 SUV のインテリアっていうのは基本水平基調なものが多いんですね。それはこう傾いたりした時にドライバーが分かりやすいっていうことが一つ大きな要因としてあるんですが、そういった SUV らしい水平基調なところはきっちり保ちつつ、こういったね、色のコーディネーションでおしゃれさをアピールしているところがいいですよね。山の中っていうのはそんなに道が広くないところもあるんですよね。
結構くねくねしたところ、狭いところもあります。実はですね、この T ロックは、今日ご紹介する3台の中で一番小回り性能が高いんですよね。最小回転半径でいうと 5.0 メートルということで、本当にあの街中でよく見るコンパクトカーよりもちょっとだけ大きいかなぐらいなんです。なので SUV の中では相当小回りが利く方だと思いますので、狭い街中から、ちょっとね、こう入り組んだ、まあ、林道まで行かないような、そういった道でも、特に別荘地なんかでのね取り回しも良さそうですね。さて続いては T クロスになります。T クロスのですね、一番のポイントは使い勝手の良いユーティリティでございます。というわけで早速中へという前にちょっとねご説明したいんですけれども、実はこれは T ロックの弟分と考えてください。全幅がですね1760ということで、最近のね輸入車の SUV って1800とか1800超えちゃってるものが多いんですけれども、日本の交通環境で非常に使いやすいサイズになってるんですね。そしてですね、今言いましたけれども、サイズ的には非常に使いやすいサイズなのに中が広い。こちらをちょっとご覧ください。インテリアね、見てみたいと思いますけれども、結構ね広いですね。車のサイズの割にはしっかり広さを感じます。こちらもですね、水平基調の SUV ライクなインテリアっていうのはそうなんですけれども、便利な装備いろいろついてるんですよね。例えばここに USB の電源2つあります。そしてここにはスマートフォンの置くだけ充電がありますといった感じで、結構細かいところまで気を配られてるのがわかりますね。でちょっとね、私はポジションを取ってみますよ。広さをこれでご覧いただきたいんですが、私身長160センチ、今これで一番上ですね。十分ボンネットがちょっとね、見えるぐらいなので安心して運転できると思います。背もたれの角度は、こんなもんかな、こんな感じですかね。この状態でちょっとね後ろ行ってみますね。よっ、はい、この状態で、では後ろの席見てみましょうかって、広いですね。私小柄なので私のポジションに合わせると、こんなコンパクトな SUV でも足組めちゃうぐらい広いです。がしかしですよ、実は T クロスのリアシートはこんなにスライドするんですね。これで、荷室をたくさん確保するか、室内スペースを確保してゆったり過ごすか、フレキシブルに使い分けることができます。またですね、ここにも、USB のジャック2つあるんですよね。まあこういった車ってだいたい大人まあ5人乗れますけど、まあマックス4人ぐらいで移動することが多いと思うので、まあ1人1つ分確保されてるといったところですかね。ではラゲッジを見てみたいと思います。まあ車のサイズなりかな、パッと見そう思いますけれども、実はこちらもですね、はい、フロアが2段になっておりまして、下げるとですね結構ね、あの高さがあるものが詰めますね。でさらにですね、リアシートの背もたれ倒すとフラットになりますので、ちょっとやりますね。背もたれ倒してみますよ。ポン、はい、操作簡単ですけれどもね、こうなると1281リッターの容量生まれます。さてこちらはですね、フォルクスワーゲンティグワン TDI フォーモーション R ラインブラックスタイルと、ちょっとね長い名前だったりするんですけれども、フォルクスワーゲンのコンパクト SUV の中では一番のお兄さんモデルになりますね。ですので見た感じもこれね、ブラックスタイルだけあって結構シャープですよね。足元ね、黒いホイールは本当引き締まって見えてかっこいいと思うんですよね。そして足元といえばですね、この車はなんとフォーモーション 4WD モデルなんですよね。フォルクスワーゲンのコンパクト SUV でいわゆる4駆モデルを選ぼうと思ったら今このティグワン一択でございます。そのフォルクスワーゲンの SUV の中で、まあ、唯一の四輪駆動のティグワンなんですけれども、四輪駆動、と組み合わされているのはですね、ディーゼルエンジンなんですね。直列4気筒2リッターターボのディーゼルエンジンと、四駆が組み合わされて、そしてですね、二輪駆動もあるんです。二輪駆動の方は 1.4 リッターターボのガソリンエンジンとの組み合わせになります。
まあ、トルク、止まったところからね、動き出す時の力っていうのはディーゼル非常に強いですけれども、高速道路なんかはスーッとね、思いっきり気持ちよく走るときはガソリンエンジンの気持ちよさもありますので、自分のライフスタイルに合わせてね、選んでいただけるとそのあたりはいいかなと思います。でも、悪路走破性などを考えると、やっぱり 4WD モデルっていうのは安心感、頼もしさ違いますよね。このシフトレバーの下のところにですね、走り味を選べるスイッチがあります。真ん中の押しボタンのモードっていうのはですね、エコ、ノーマル、スポーツ、そして、自分でね好きな組み合わせにできるカスタムというのを切り替えられるスイッチです。で、路面に合わせて変えていただきたいのはこの外側のダイヤルなんですが、雪、ノーマル、オフロード、そしてですね、これまた自分で好きなように調整ができるオフロードカスタムというモードまであるんですね。さて、フォルクスワーゲンのコンパクト SUV3 兄弟ご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。シティ派の方、アウトドア派の方、はたまたですね、毎日の相棒に使いたい方、いろんな用途に合わせた SUV 揃っていたと思います。どんなライフスタイルにもね、ぴったり合うものが見つかると思いますので、自分の好みと合わせて、しっかり試乗して選んでくださいね。